を過ごすことになります。お友達や先生たちと仲良く遊んだり、お勉強したり、いろいろな経験をしながら明るく元気で、先生がお話し中は静かに聞く。それが大人のマナー。マナー。これはジャングルジムだよ。登って遊ぶの。登って？お前ここまで登ってこれるか？目立つんですから応援は控えめにお願いします。すまん。やめる。お嬢